やっぱダンボール。なんかいやこの本当にその色覚悟して、普通マジで包丁つける。やばいって。ダメだってダメだって。捕まっちゃう。てかその俺らが大石がその気持ちよくなってしまって振り回してしまった時にさ、マジで大きな止まれるから。マジで大きに思われたくて今話したから。包丁はダメだよ。マジで大きなんだもん包丁は。ちゃんと武器やん、うん、巨大な石をさ砕いて砕いて三角形にすりゃいいじゃん。原始人と同じようなもんで、俺らこんなに進化していくんじゃん。そんな原始人みたいなさことをさ、今さら何千年越しでせなあかんねん。武器完成する頃にも俺らキングダム飽きてるわ。まず銀色だよな。銀色、まあでも最悪塗装でいけるとして、うん、なんだろう、でも笑えるものがいいよな。水筒、あの水筒とか、うん、それだとお前モーブの武器。いやちょっとキングダム一貫しか分からないけど、圧縮攻撃になっちゃうから。それだと予不意4中のモーブの攻撃になっちゃうから、こうしか攻撃できないだ、こうできないだ。待って、それ、うん、これそのだから矛どうするかの話。お前らして今キングダムマウントに変わってきてるわ話が。矛どうする、お前がその読んでないの、矛どうするか。見た、ピッピッ俺が見た実写版。大沢たかおがやってる。大沢たかおがやってる。ちょっと検索してみた。ちょっとアカデミー賞取ってんだよ。いやいや、そんな圧だけではどうにもならんって。おえ、原作読んでないでって。飛べよ埼玉越したんだよ。漫画読んでなくて飛んで埼玉、飛んで埼玉越したんだよ。もう無理やって。飛んで埼玉越したんだぞ。ちゃんと覚えてなかったよお前。俺を敵に回したら橋本環奈を敵に回したってことになるけどいいの。ならへんよ。なんでお前のバカに橋本環奈拡大解釈しすぎだろ。いやだからその原作の方がいいって言われてた、言われてるやん。うん。うん。原作もちろん。原作読んでない。なんかそのよく知ってるみたいな感じのことを、ピッピもやっぱこっち側の人間やでって言った。実写版見たから。実写版俺も見たよ。金曜ロードショーで見たよ。金曜ロードショーかい。金払って映画館行けやお前。お前こんな話しても天下の大将になれないな。マジちょっとずれてしまった。すまん。じゃそれらしいのを見つけようとして、うん、なかったら。もうダンボールアルミホイルに行こう。そうですね。うん。大きく見た。うん。そうですね。そうですねも言われへんの。もう。いや別にもう NG ワードにしてない別に。どんどん真似していく。いやいや全然。ポテンガないし。すごい時間かかりそうだな。1ヶ月ぐらいかかりそうじゃん。かかるか。え？だってこれ鎧とかダンボールでやるでしょ。ああ。うん。これ簡単。ああ前ベルト作ってっから余裕が。いやでもまあまあちょっとかかるはかかるとは。もうスカートとか欲しい。スカートにもう貼り付けて下。ああなるほど。だからスカート、うん、どういうこと、ここ、あ下です。下はねもうその肩は肩というか、ね、それはありだね、うん、確かに。そうしよう。はいはいはい、うん、もう肩としてスカートに貼っちゃう、ね、うん、ありがたいことにあの、うん、何でも揃ってる場所があるから、うん、うちの近くに。すべての源、すべての源、人類のすべての源、人類が日本が沈没しかけてもそこがあれば大丈夫。コストコ、お前そんな、お前売国だか。天下の島中ですよ。そんな誇れるもんだ。天下の島中ホームズですよ。大きな言ってんねやったらお前。そうよ、天下の島中なんか、うん、ホームセンター界の会長なんだお前。ええー、すごっ。何でもあんだろお前。島中、うん、じゃあワンピースとかでもいいのかな。あ、ワンピースね。そのまんま、もう上下で。そうだね、確かに、うん、ってなってきたらもう青のワンピースでええんちゃう。バカなんじゃないのかお前。帰れよ。やる気ね。気持ち悪いお前。まず大きい人女だったのかって。なんか缶バッジつけてる。霞みたいなポケモン。ワンピースに頑張って頑張りつけます。大会山につける場所によっても危ないだろ。
いねえよ代官山にそんなやつ。誰がそんなで道歩けんの。いつも大石だってコスプレするときさ、ほらコスプレしてるから、うん、撮ってる間は外行かれへんや、うん、でも青いワンピースの看板ちゃったら別に急にコーヒー欲しくなっても、いやそのそのままコンビニ行ける。違う、そのコスプレしてるから変とかじゃなくて普通に変な人として見られる。そコスプレしてるんだって思われるからいいけど、それ一個なくなったら本当にただの変な人だ。いや大石並みのでっけえやつのワンピースあんのかな。確かにサイズ的な問題はね、うん、L でも多分、うん、俺らぐらいの女の子がいるで。S サイズ2個買ってくっつけるな。変なこと言いたしたこと、うん、でかすぎるから大石ってやっぱりそれしかない。でかすぎる大石はどういうことですか。どう組み合わせるか教えてくれ。俺でかすぎる。2人に分かれると思う。一直一直さすがにでかすぎる。男子だったらまだあれ、女子からしたらでかすぎる本当に。で、対抗策が S のワンピース2個。じゃあお前 L2 にしろ。S2 にする。どうしたい。でか2にしてくれ、せめて。 S3 か。 S 枚数の問題じゃないね。 S から抜け出せます。確かにだからスカートと、まあ、だ別にシャツでいいよね、うん、シャツにひっつけて、うんうん、カラーコーン肩にくっつけて、うんうん、頬の棒どうする。この柄の部分っていうか、あこれさ、うん、あれかな、物干し竿みたいな。あそうとか棒いっぱいある、うん、俺あのほうき、ほうきのあのこのここの部分とかもでもそうよな。なんか長すぎるとだるいよな。誰か竹林持ってきてね。竹林持ってない。竹林、うん、竹林で竹をさ、ああ突っ込めて。竹とかいっぱい生えてる、その土地を持ってる人いないって聞いてる。うんうん、竹の森から竹林。うん。ここにはおらん。いないか。じゃあやっぱ物干し竿はちょっと一番の候補なの。物干し竿。まあ棒はいくらでもありそうだな。そうやな。うん。でこのマウントはそのなあカーテンでいいだろ。赤の、うん、赤のカーテンのマウント。そんな感じじゃないですか。オッケー。じゃあ皆さんこんな感じでよろしいですか。それで作りましょう。うんうん、オッケー。じゃあわらべピッピ、わらべトラック、わらべピッピ、今からはわなび、アイワナビートラック。いや、俺トラック欲しくない。わなび、違う違う、わなびってどういう意味だっけ。なりたい。なるかなるかって何やねん。なんで俺トラックなの。なるかって何やねん。いいわけ。誰もがなりたくない集合体なの。誰がやねん。なりたくないの。誰が嫌われ遺伝子の集合体や。あ、てか小賀南吾くんの衣装のあれとかでパクろうよ。え、うちの簡単に。まあ、確かに似たような、うん、ここでの僕の衣装でもあれどこで買ってるか、あれあったじゃん、あれあったじゃん、あれパクってこいよお前。おい盗みや、それもう盗んだわよ。無理や、お前人間のカスなんだから。それぐらいやれよ。お前何や。じゃあ人間のカスはその服多いしのやつやん今日。お前もだろ。お前もだろ。俺もや。喧嘩やめて。あらかわいい。わらべ多いし、やめて。わらべ美味しいなちょっと。じゃあちょっと島中行こうか。はい、行こう。うん、うん、じゃあ島中に出発しますよ。はい。